おはようございます。今日も頑張って走っていきたいと思います。今日は8月の1日木曜日ですね。ついに8月がやってきました、自分としてのこのワックのね、レッスンもあと残すところ1ヶ月ですね。8月の28日までが、実際の活動になります。その後についてはまた、ちょっと今考えてるんですけども、こういう YouTube とかホームページとか新着情報とかね、そういったところで案内をかけていきたいなと思っています。で、今後の9月以降のことは大西が今多分なんかチラシかなんか作ってるんですかね、まとめていると思うんで、来週の今週の終わりというか来週スタートした頃にはなんか案内が出るような、話をしていましたので、それをしかしちょっと皆さんに案内して、できれば残っていただいて、ちょっとみんなでこのテニス施設を継続できるようにやっていってほしいなと思います。暑い。今日もやばいですね。当たり前なんですけども、もう夏休みというか夏真っ只中で暑さがもう炸裂していますね。で、体の方は、なんて言うんでしょうかね、内臓系は全然問題ないんですけども、筋肉系がですね、もう下半身、腰から下、もう全部がとにかく筋肉痛で、ちょっと痛いですね。だからこうやってランニングすることとかレッスンする中で少しずつ回復するような感じだと思います。で、思った以上に日焼けをしていて、で、登山するときは顔とか腕とか日焼け止めをしっかり塗ってですね、登山してたんですけども、足半ズボンで最初登り始めた時に足は日焼け止め塗ってなかったんですよね。そしたらもう足がくっきり、靴下のところからですね、上がもうくっきり日焼けして痛いんですよ。ということはやっぱりこの日焼け止めはちゃんと効いてるってことですよね。で、首のこの辺とかが塗り忘れというか塗り不足で部分的にちょっと日焼けで痛いというね。だからつくづく思ったのは、日焼け止めはちゃんと効果を出してるということが改めて分かりました。で、なぜこの筋肉痛になるかっていうと、上りはね、そんなに、なんて言うんでしょうかね、負担を感じなかったんですけども、下山する時の下りが、もうほとんど砂利というか、砂砂利というか、もうそこをガッガッガッと降りていくんですけども、もうそれがとにかくね、足に負担が来てて、でもそれを軽減させるために、後ろ向いて歩いたりサイドステップで降りたりみたいな感じでいろいろ工夫して降りたんですけども、なんとこの自撮り棒がスティックというか、なんていうの、スキーの役割を果たしてくれまして、大活躍やったんですよね。降りるとき1本しかないんですけども、右手に持って、で、この自撮り棒をフルに伸ばして
これをこうストップというかストッパーの役割を担ってくれてめちゃくちゃ便利な自撮り棒になっていたと。まあ下山はもうほとんど撮影しなかったんで、まあその違う使い方ができたという感じでしたね。で昨日も早速、登山のちょっと音声が音がうるさくて何て言ってるかわからないという部分もあったと思うんですけども、まあこういう環境をしっかり登って登頂しましたよという、まあ、記録が残ればいいなということで、だから去年の8月末それから今年のね7月末の、比べてもらえたらいいのかなというような感じ、両方残ってるんで、だからもうこの YouTube も何年目ですかね。ラントークやり始めたのは1年半か2年前ぐらいだったと思うんですけども、まあそれだけ続けてました。だからその分、まあ、Vlog がずっと残ってるような感じになってるんですよね。でブログはもうずっとやってるんで、ホームページを切り替えてからずっとやってますから、あと登山してる時になんか試合があったみたいで、サテライトね、リズが大阪のサテライトという大会で優勝しました。日月と連続であったみたいなんですけど、日曜日は3回戦か4回戦で負けて、で次の日のサテライトでまあ優勝したという報告がありました。で大阪サテライトっていうとどういう大会かというと、まあ大阪だけで言うと夏にある池村杯とか冬田村杯、春の大阪ジュニア、これが大阪の中では、まあ、グランドスラムで、その周りにある試合なんで、まあ、ATP のツアーとかマスターズとかチャレンジャーとかそういったレベルの大会ですね。だからまあツアーの大会で優勝して、まあ、チャレンジャーとかの大会で優勝して、これから8月の中頃にあるグランドスラム池村杯でどこまで勝てるかというところだと思います。で今のリズは16歳以下、まあ、15歳以下の大会に出てますので、まあ、この大会で、まあ、優勝目指して頑張ってほしいんですけども、もう本当に1回でも2回でも勝つことでランキングが一気に上がっていきますんで、今回を夏頑張れば次の冬の田村杯、これはですねちょっと有利になってくるかなと。でそうなってくると次の大阪ジュニアもだいぶね、関西の大会が見えてきますんで、ちょっとまあ有利になってくると。だから池村杯はちょっと頑張って出せる力をできるだけ 100% に近い状態で発揮できるように、まあ、頑張ってほしいなという感じですね。だから今年はちょっと海外の遠征は難しいのかもしれませんね。ちょっとやっぱりハードワーカーの方も
最初は半年か1年ぐらいかけて新しい施設として張り付いてやっぱやらないといけませんので、まあだからいい経験になると思いますけどね。やっぱりこう自分で施設を、今まではどちらかというとまあ委託というかね、業務委託という形だったと思うんですけども、自分自身が本当に主体となって活動しないといけませんので、いろんな経験をすることになると思います。ですからまあ雇われじゃなくて自分が主体となって施設を運営するという、本当に大変なんですけども、その分得られるものも結構大きいと思いますんで、まあちょっと頑張ってほしいなと思います。まあこの14年間、まあ最初はね、理工にいて退職してから、まあただ頑張るだけでよかったんで、もうとにかく自分の考えてることを形にして、とにかく毎日頑張るだけと。でその結果、まあ数々のタイトルを、取ってったわけですよね。で今度はただ頑張るだけじゃない環境を、まあこの WAC という形で作って、頑張るだけじゃなくてどうやって頑張るかっていう、まあそれをとにかくまあやってきた14年間やったと。まあいろんなことが分かりましたね。だから選手育成するためには何が必要で何が課題になっているのかがやっぱりはっきり分かってきましたし、あとのこっからの、まあ60歳まで10年間で大体どういうことをすれば選手の、まあ育成強化のレベルじゃなくてもう一個その上なんですよね、多分やろうとしていることが、応援とか支援とか協力とかそういった部分なんで、ですから、そこをじゃあどうやってやっていくかというところのフェーズなんで、まあ最初1、2年は大変やと思いますけども、それしっかり乗り越えれば、まあ目標はクリアできるんじゃないかなというふうに考えています。日焼け止めの効果は分かったんですけどね、どうしてもこう垂れてくる汗に日焼けの成分が入ってて目に入るとヒリヒリするんですよね。なんかできるだけ入らないようにしないといけないんですけど、まあ最近はちょっと当たり前のようにハーフのランニングができるようになってきてるんで、まあぼちぼち来週再来週ぐらいから一回ロング入れてみようかなと思います。まあさすがに月火水は難しいと思うんですけど、まあ今夏休みでね帰るのも早いんで、
ほど何もないときは、ロング走ってもいいかなと思います。またこの夏休みにはちょっとシフトがだいぶ大変で、まあいろいろ大学生たちも考えてくれてはいると思うんですけども、もう一人ね、二人助っ人がいるなという感じですね。だからやっぱこう今まで当たり前のようにダブルスタッフというかダブルコーチでやってきましたけどね、最近この1年半年かだいぶ人手不足がね難しいですよね。まあようやってきたな、ほんまにダブルスタッフとか、まあ、ダブルコーチというかね、当たり前のようにやってきましたけど、普通じゃ考えられないですからね。まあ時折ちょっとどうしようもなくなってワンコーチになる時もありましたけども、まあ基本本当にちょっと富士山ね登頂できて良かったなと思います。もうその時はなんでこんなしんどいねんと思いながら、でこれは多分性格的な問題だと思うんですけど、こうずっと登っていくとガイド付きのグループが何団体か通っていくんですよね。でそうするとやっぱりそのガイドの人たちは励ますんですけども、まあ、その励ます時にあと何分ですよとか、あと何メートルですよとか、頑張りましょうみたいなことを言ってるんですよね。で自分としてはなんて言うんでしょうかね、今日のパースポットマウンテンも綺麗ですね。スカイ見えてます。今ここに亀がいたんですけど、また人影を見てパーッと出てきてます。じゃあもう自分の性格上、あんまりなんて言うんでしょうかね。あと何メートルですとか、あと何分ぐらいですというのを聞きたくなかったんですよね。それほんまかと、もしそうじゃなかったらどうするんと思うんですよね。で頭の中でやっぱ計算してしまうんで、だからもうこうガイドの人たちがなんか頂上あとなんて言うんでしょう、あと何百メートルですみたいなことを聞くのがすごい嫌で、うるさいと思ってたんですよね、その時。だから多分性格上、まあ、とにかく頑張って何かをするということは得意やと思うんですよね。
たら先に何かが、まあ、見えてるというか、それ見ないとダメなんですけど、でもそれは例えば富士山の場合だったら頂上まで行くという目標、これがずっと頭の中にあるんで、まあ、それに向けて何も考えずにひたすら上がっていくということがはもう得意というかできるんですよね。ただなんかそれあと何メートルだから頑張るとか、もうちょっとだからどうのこうのとか、そういう感じじゃないんですよ多分。それをなんかすごい感じながらで登った時、登頂して嬉しかったんですけど、なんて言うんでしょうかね、そのやったぞみたいな、そういうすっごい喜びはなかったんですよね。まあ登頂したかと、去年のリベンジを果たしたと、だからただそれだけっていうか、何なんすかねあれは。周りの人たちはやったとか言って、まあこうやってるわけなんですけども、まあ、全員が全員じゃないんですけど、その感動が何て言うんでしょうかね、感動が薄いんかな。でもやっぱそういうすごい感動的なことを味わってきてるんですよね本当に。だからその時の感動の方がめちゃくちゃ大きすぎて、例えば高校の監督やってる時に、まあ選抜優勝しました、団体戦ね。でその時に個人戦も優勝しましたと。で団体戦優勝した時のあの緊迫した中で最後のマッチポイント取った時のあの感動、それと胴上げされた時のあの感動とかで、個人戦で優勝したら US オープンのジュニアの大会のワイルドカードのチケットがもらえるんですよね。まあそう言ってその行った時の感動とか、その時に錦織がベスト16回と入った時のあの時の感動とか、全日本ジュニア教え子たちがダブルスもシングルスも取って優勝してすごいなんていうかな、賞賛を浴びた時の感動とか、その時の感動がですねでかすぎて、その辺にあるなんていうんでしょうかね、感動が感動じゃないんですよね。嬉しいとか喜びではないというか、だからでもその感動を求めて何かをしてるわけじゃないんですよね多分。ひたすら頑張るだけっていうか、その先に何か結果が後からついてくるような、なんかそういう感動じゃなくて、だから今までもやっぱり頑張ったら頑張った分の何かがあるだろうと思ってるから頑張れるだけで、何かそこにお宝があるから頑張ろうみたいな、そういうのじゃないんですよ。だからまあ性格的に頑張ることが得意なんですよ。なんかそれを改めて今回の登山で感じました。ということで今日も無事に8月1日、スタートできました。で今日はこれから宮本送迎した後レッスンねちょっと頑張って、今日はまあ夕方ジュニアの練習もありませんので、
次の日の準備をして帰るというような感じになると思います。はあ、暑いな今日も。ということでね、しっかり今日も、体調コントロールに気をつけて頑張っていきたいと思います。それでは。